前職アイドルグループにいたんですけど、本当何の思い入れもないメンバーの卒業とかも雰囲気で泣けたんですけど、なんか年々泣けなくなってきてなんかその冠婚葬祭とかすっごい友達が泣いて全然泣けない感じになって、映画とかもなんか泣きたい時に泣けないっていうのがなかなか悩ましい。はい、ひろゆきさん泣かせるのは得意ですけど、映画とか見て泣いたりすることあるんですか？ひろゆきさんは泣くのかね。全くないです。全く泣かない。いや、だから感動は分かるんですよ。あ、これはいい映画だとかあるんですけど、ただ泣くと連動してないんですよね。柴田さんが昔よく泣いてたとかも、うん、割と感受性はちゃんとあって、しかも泣くとそれがプラスになる業界にいたから、それを直す必要もなかったんですよ。